どうもおはようからこんばんは、とのでござる。キングダムカムデリバランス、続きをやっていきましょう。引っかかっていますよ。今回、ちょっとね、メインストーリーとは離れるんですけれども、とあるサブクエストがございまして、泥棒男爵っていうのがあって、ちょっとね、それをやっていこうと思います。まあ、どういういきさつかと言いますと、こちらのムービーがありますんで、ご覧ください。もう我が領主様、それにその付き人よ。おじさん、閣下、お楽しみ中に呼び出して悪かったな。ええ、俺らはただその酒や娼婦で遊んでただろう。その説明を。夜中にバカ騒ぎしてわしの家来をぶん殴ったりはしていないよな。いえ、そのヘンリーとタラン。ヘンリーも同じく大バカだった。幸いにもわしの家来じゃないがな。二人揃ってなんだこのざまは。皆ささやかな食卓のために働いている。それも朝から晩までだ。お前らの食事だってそこから来ている。知らなかったか。自分たちが忠誠を誓った漁師が泥酔していたらさぞ失望するだろう。昨夜お前らがやり合った男は新しく雇った町の見張り番だ。彼は今朝報告をしてこなかった。怪我のせいでな。執行官から苦情が出た。わしがこの状況をどう思ってるか本音を言えたと思うか。ありえない。わしの品位を疑われる。そしてお前らもだ。だからわしはじっと黙って苦情を聞き続けるしかなかった。お前は自分が漁師だから何をやっても許されると思ったんだろう。でもこのざまだ、この大バカ者。王が王であり続けるには従う者の忠誠心をコントロールせねばならん。お前が国を背負っていくことに対してこの城にいる者たちはいい顔をしていない。お前にも分かっているだろう。これがラストチャンスだ、カボン。もう一度訴訟を起こしたらお前を母親の元に送る。女のような服を着せられてハンガリー人と結婚するがいい。おじさん、あのアーチボルダ俺を殺す気だった。仕方なかった。ほう、大げさだな。でも驚きはせん。女に手を出しその上侮辱だ。でも俺はただ…ごちゃごちゃうるさいぞ、わめくな。これからは少しは責任感を持って行動しろ。お前に仕事がある。きっといいリハビリになるだろう。今城にはオレシナのミルタ卿が来ている。知ってるな。バーナード卿のいとこでは。その通りだ。彼とその家来たちが避難してきた。ひどく怪我をしている。何があったのですか。オレシュナの要塞がカンバーグのボルフリンによって襲撃された。ミルタ卿はノイホフの近くまでボルフリンを追い詰め戦闘を始めた。残念なことにその勝負でミルタは敗北した。カンバーグのボルフリン、聞いたことがあるな。彼もミルタ卿の血族だ。バーナード卿、ミルタ卿のいとこにあたる。彼らの一族の問題は少し複雑でな。わしらの問題じゃない。わしらはただ揉め事はよそでやってほしいとだけ思っている。私たちの任務は。バーナード卿に会ってこい。ボルフリンはノイホフの周りにある農場を荒らしていた。バーナード卿はよく交戦していたそうだ。ただ注意しろ、これは一族の問題だ。つまり見た目ほど簡単じゃないんだ。肝心なのは侵入した連中を追い出すことだ。できれば血を流すな。こんなことで我が国の兵士を失えん。分かったか。はい、閣下、承知しました。では取り掛かれ。とまあこんな感じでカポン卿、まあ以前ヘンリー君にちょっかいを出してきた、まあ後々のラッタイの領主ですが、まあその後の領主となる男があんな風では困るんでまあヘンリー君ももう一緒にやんちゃしてだいぶ仲良くなっているんですが、まあそのハヌシ卿の部下のバーナード卿、あのバーニーのいとこ同士の居酒屋があって、それをちょっと納めにあの行きなさいというミッションがあるんで、ちょっとそれやっていこうと思います。でミッションについては、今バーナード分隊と合流せよとあるので、そこまで行こうと思います。野営地があってね、そこで合流するらしいんですが、まあ貴族同士のいざこざ
まあヘンリー君にとってはもうなんだろう、まあ関わることのないような、まあ格式の高い方々の争い、果たして無事収束することができるんだろうか。またガトツが炸裂するかもしれない。まあ本来はメインストーリーの方をやっていきたいし、前回のね、偽造通貨、まあイミテーションゴールドならぬイミテーションシルバーかな、まあそれで紹介状の件はそっちは終わらせているんで、次のメインストーリーで言うとササウの街でその銅を鍛錬しているような怪しい鍛冶屋がいるかもしれないから、ちょっとそれの調査をしてこいっていうミッションがあります。ですが今回はちょっとサブクエストの方をやらせていただきます。まあ、話の方はだいぶ長くなりそうなんで、私の実況内においてはね、相当長い部類のまあものになるっていうのかな、まあだからこそ1本あたりの長さを結構ね長めに撮ってはおります。で、あ、ちょっと離れているな、こっちか。まあ、バーニーにはね結構お世話になっていますからね、何話か前にいろいろ鍛錬とかしましたし、まあ、鍛錬したとしてもね何ら反数できていないという。あ、いたいた。でバーニーと話す。カポンキョ、その見た目で大丈夫かな。いや調子はいいよ。争いになった場合、あなた真っ先にそれやられるような見た目ですよ。目立つし、防御力ないし。お前、ちょっとそれくつろぎすぎだろう。だいぶヘンリー君待ちくたびれたっていう感じでしょうね。ねえ、バーニー。元気そうで何より。あんたも大変だな。今度は何を？まず奴らがどこに隠れているかを調べなければならない。報告によると彼らはこの辺りの農場をいくつか吸収した。だから誰かがそこへ行ってどうなっているのかを聞いてこないといけない。やってくれヘンリー。私の部下は彼らを怯えさせてしまいそうだ。危険はないんですか？荒らし回っているから接敵する可能性ありますよ。危険はないのですか？まあ野営地で座っているのと同等に危険だ。野営地で座っているやついるよ、そこに。襲われた農場はどこですか？あいつもじゃあ危険なんじゃないのか？一つは丘上がり、森のそばにある。もう一つは十字路のそばの森。では、まあ分かった。調査してきましょう。この人こそじゃあ危険。あ、結構な老齢ですね。腰を痛めたかなんか疲れたのかな。それは仕方がない。じゃあ調査しに行きましょう。ここの野営地って前にカポンキョと狩りをした場所ですよね。ほらウサちゃんいるし狩ったりはしませんよ。じゃあ場所的にはB の地点、まずはここ北の農場を偵察する。基本偵察みたいな使いっ走りってヘンリー君ばっかりだな。まあ確かにヘンリー君のあの顔だったらあんまりこう危機感を抱かれそうにはないよな。村人上がりだし。でここかな。ほら煙とか上がっているじゃないですか。じゃあお邪魔します。どこにいるんだろう。家の中かな。時間帯的にはね、ぼちぼち夕方なんで、あんまりね、長時間ブラブラするのもね。あ、いたいた。彼から連絡はあった？いえ、まだよ。あなたのような騎士様が私に用があるな。バーナード隊長に使わされてきた。お宅の農場の襲撃についてだ。なんだって？何のことかよくわからないな。なんでとぼけるの？奴らはあなたの農場を襲ったか？いや、この辺りで襲撃があったとは聞いたが、ここではないよ。だいぶ家埃っぽいし、煙上がってたよ。隊長は確かに。隊長は勘違いしたんでしょう。そうかもしれない。じゃあ気をつけて。なんか怪しくなってきたな。こっちの人は？神のご加護。バーナード隊長が俺を送った。彼らはやってきて何もかも取ってまた去っていきました。
他に話せることはありません。いや、あのおっさんと旦那さんかな、話していること違いますよ。何が知り、奴らは何人ぐらい。2、3人よ、よくわからない。まだ頭が。奴らはどっちへ行った。わからないわ、見ていなかったの。主人が私を部屋の中に隠した。じゃあ旦那は外に。うん、彼らと談判しようとして。何か奪われたか。別に、彼らがここに来るとすぐ、うちはすごく貧乏だって。みんな知り滅裂だな。なんか奪われたって言っていましたよ。ここには何も取るものはない。そんなところね。しかし、あんたはさっきずっと部屋の中にいたと言っていた。あ、もうまたヘンリー探偵が始まったわ。いたわ。中にいたのか外にいたのか、奴らと話したのか話さなかったのか。だから混乱していたのよ。あれ、なんか怪しいな。隠し事をしている。あんたは全てを話していない。俺もここで何が起こったか知らないが、あんたが何か隠してるって感じ。いいえ、ただあっという間の出来事だったから。わからないのはこっちだよ。一つはっきりさせてくれ。あの盗賊どもはボルフリン教カンバークの男爵が率いてる。俺たちが彼を捕らえなければ重大なことになる。だからここで何が起きたにせよ。主よ、どうして私たちは迫害されなければならないの。あ、そう、被害妄想やめて。まず奴らを片付けてくれると約束して。数日前、彼らはやってきて豚とリンゴ一袋を取っていった。私たちはそのうちの一人が足を怪我していることに気づいたの。よく足を怪我している人に出会うね。なぜあんな人殺しを助けた。彼らは私たちに手荒な真似はしなかった。それに彼らを喜ばせた方がいいと思ったのよ。で、それから何があった。彼らは去っていって、私はこれで終わるようにと祈ったわ。だ、彼らの一人が怪我をして私に手当てをしてほしいと、コインをいくらかくれて野営地に連れて行かれたわ。じゃあ奴らの野営地は知ってるな。野営地には行きたくない。でもそこがよく見える場所を知っているわ。いいだろう。気をつけて。いや、ずいぶん軽いな。じゃあ手当てしてしまったから、なんかこう後ろめたさみたいなのがあったんでしょうね。それを報告してね、あの襲撃したやつをなぜ助けたってなってね、後々裁かれるっていう可能性もあるんで隠していたと。というか、ヘンリー君、あのファストトラベル一人でしているのは危ないですよ。まあ2、3人と言っていたからな。まあそれだったらヘンリーの腕でもどうにかなるかもしれないが、だったらカポン卿がいる意味もないし。まあ説得できたのはいいことか。これ以上は近づかない。奴らに見つかったらおしまいだ。野営地はこの方向の遠くないところにある。ありがとう、心配するな。あの野郎どもは俺が片付ける。祈っています。それ報告しに戻った方がいいと思いますよ。あー、で帰っていく。こっちの方角ですよね。マップで印をつけて一旦戻ってみようか。この方向だったら川あたりかな、この辺で。ちょっと戻った方が良さそうだ。さて、隊長のところに戻ってきました。あの後ちょっと接近すると、隊長のところに戻って報告しようというミッションが、更新されたんで、戻ってきました。今度は対空座りをしているな。野営地を見つけました。そうか、それはいい報告だ。そんなには。何人いた。あ、それ見て数えなかったな。まあ5人以下かな。5人以下でした。たったの5人。ミロダとの戦いで何人か失ったに違いない。よし、仕事を終わらせよう。カンバークのボルフリンは今夜ラッタイの城壁からぶら下がる運命だ。あ、じゃあ殺すのを交渉した方がいいのでは。奴らと談判した方が。強盗と談判だと。何を言ってるんだ若造。あ、説得もできる。
そうそう、衝突を避けると約束したんで、じゃあ談判して損はありません。監視は必要な被害は出さないようにと命じられました。何が言いたい。俺が行ってボルフリンと談判できます。たとえうまくいかなくても、奴らの野営地をよく見てくることはでき、偵察は役に立つかもしれん。ボルフリンは傲慢な野郎だ。お前が私の使いだと知れば、私に地獄へ行けと言いたいがために、お前を受け入れるだろう。私の紋章それ受け入れた後ボコられるパターンですよ。そしてお前は丸腰で行かねばならん。ありがとうございます隊長。そうしてくれ。そして無事に戻ってこい。ラジェフ卿に、なぜお前を丸腰で泥棒男爵の野営地に行かせたのか説明したくない。おいおい、これは失敗できんぞ。了解した。丸腰で交渉に行くってことはだ、じゃあここら辺は一旦外さないといけないよな。武器は外して、念のために矢も外す。で防具の方も、あ、これね。でこっちに着替えると、これでいけますよね。まさか装備あれだけにしろとかないよね。一応怖いからセーブはするよ。まあでもそれで交渉しに行けるか。よし、この先だな。セーブはしておいたが、果たしていけるかどうか。まあ、この装備でね。丸腰で来ているんで、大丈夫かな。どうも、バーニーの使いですよ。何も悪いことはしませんよ。あ、で、イベントになった。俺はバーナード隊長の使者だ。話をしに来た。信用できるのか？武器は持ってない。危害は加えられないぞ。もう確かに、バーナードの紋章をつけているな。ボルフリン卿のところへ連れて行くことにするが、もし犯した真似をしたら後悔するぞ。分かったな。約束するよ。あ、よかった。丸腰は大丈夫だ。じゃあ達成したんだったら、もういいかな、武器。ダメになりそうだったらすぐに武器を装備して、もうめった刺しにするとか。野営地こんな感じで作っているんだ。あ、5人以下ではないね。10人近くいるな。ずぶ濡れになっちまう。ここで他にやれることは何だ。なぜここに来た。名前は何という。ヘンリーだ。俺は分かっている。親愛なるいとこ、オレシュナのバーナード卿の使いだな。それでお前の伝言とは何だ。さあどうしようかな。決闘とかもあるな。いろいろこう、なんだろう、あるね。戦利品を置いていくなら行っていいとか、戦利品を放棄して賠償するならいい、戦利品を持って消えていい。まあ一番穏便なのはここですよね。戦利品を持って消えていい。まあこっちは損をしますがね。まあまずはちょっと事情を聞いてみよう。なぜオレシナの領主を傷つける。あのミロタの野郎は私の父が所有していた村を盗んだのだ。父が死んだ時、私はポーランドにいて、ミロタは私も死んだと言いふらした。それが本当だったらミロタ教もダメじゃん。ああ、帰ってきたが、ミロタは司祭に賄賂を送り、バナード隊長のいところくなのいねえな。証言をさせた。だから彼らは私が死から蘇った魔術師だと思っているのだ。それは残念だ。しかし裁判所や王はそんな話を信じ、おそらくな。しかし王は囚われの身で、貴族たちは裁判の時間などない。誰も私の話を聞こうとはしないし、この混乱が終わる頃には皆。さあどうしようかな。決闘もありですけれどもね。というかヘンリー君、相手貴族なのに普通にため口という。でも相手もね、お互いがなんか悪いですよね。まあ、もともとはそのミロタ教が、なんかこう、村を盗んで、しかも不在だった、この、
人かな、なんか死んだみたいなことを言いふらしてて、どうのこうのってなっていましたが、どうしようかな。まあ、この人にも利を持たせるんだったら戦利品を持って消えていい。俺たちはあんたたちをここから脱出させ、それは寛大なお申し出だ。しかしな、でこっから説得でしょうね。あ、よかった、いける。この辺で最近何が起こってるか知っているべきか。ヌスットは軍全体で暴走してるんだ。武装勢力は軍馬飼育場を襲撃し、そうだろうが私には関係のないこと。いや、あなたの部下たちがやっているんですよ。ここに来る途中、隊長は軍の半分から人を集めてた。彼はあなたを見せしめにするつもりなんだ。なぜ私なんだ。それはあんたが逃げない肝ったもを持ってたからだ。だからあんたは彼らが捕らえる一人目になり、そうすれば何が起こるかわかるだろう。ならばなぜ警告する。お前たちがそんなに多勢ならなぜ談判。ハヌシ教は不要な流血を望んでいない。あんたがどこかへ行ってくれるならその方がいい。それで俺を交渉に使わしたんだ。そういうことですよ。バーナードの考えではないというの、まあ、あの人はあなたを吊るそうとしていますから。つけてきたと知られたら、畜生、どうせここには奪う価値のあるものもない。いいだろう、お前の提案を受けよう。わかった。戦利品を持って行っても取引だからな。バーナードが辛抱できなくなる前に急…よし、とりあえずは達成できた。ボルフリンさん、スリできるんだ。すごい盾持っているな。じゃあ危うくここと戦闘になるかもしれなかったんだ。数で言ったらこっちの倍いるもんな。よしよし、じゃあ戻りましょう。まあ戦利品を持たせるのは、まあそこは仕方がないでしょう。これ以上争いが起きないんだったら、もうこれでなんとか談判をつけるしかないもんな。あとはその報告を聞いてバーニーがどう思うか。よし、じゃあ引こう。よし、帰ってこれた。バーニー終わったよ。カポン教、あんま意味もないね。ボルフリンのところから戻りました、隊長。無事なようだな。それが何よりでは。出て行くよう説得し、彼らに安全な通行を約束しました。朝、気でも違ったか。奴らは私の部下2人を殺したんだぞ。もし俺が交渉しなければ、もっと犠牲者が出たでしょう。だとしても、奴らを逃がす、こんな簡単に。畜生ヘンリー、最悪ならばそれ。俺はハヌシ教の命令を実行しようとしたんです、隊長。次は頭を使えよ。お前は我々の領主の名誉をひどく傷つけた。それでも今は仕方がない。近隣の領土には連絡を入れよう。誰かが奴らを対処してくれるといいんだが、それがなかなかこうウィンウィンってわけにはいかないですよね。じゃあな。じゃああとは報告すればいいと。本当、あなたたち何のために来たんでしょうね。特にあなた。おや、世に名だたるラッタイ闘技会の覇者、スカリッツのヘンリー。ボルフリンと談判しに行きました。それでどうだった。俺は彼にここを出て。本当か。お前はバカじゃないと思ってはいたが、そりゃすごい。生まれついての外交官。カポン教は褒めてくれるんだ。そんなことは。謙遜するなよ。乾杯しようぜ。さようなら。乾杯してね、また酔って女性たぶらかしてトラブルを起こすんですよ、カポン教。もうまあ帰った方がいいんじゃないのかな。この人かな、あのひげのおっちゃん、どこ行ったんだろう。こっちか。あ、座っているな。本当は部下たち遊びに来ただけですよね。あ、でも見ていると結構な手勢はいますが、それでも数で言ったら相手の方が上ですよね。これ以上犠牲を増やすわけにはいかないっていう風にハヌシ教も言っていたんで、で、そう思えば流血にならないだけ全然良かったですよ。あ、いたいた。そんなところにいたのか。お祈り中すまんが報告です。主を称えよ。野営地から知らせを持ってきました。
話せ。俺はバーナード隊長を説得し、ボルフリンとの談判に向かいました。バーナードはどうしたのか。俺もです。同意はまあ仕方がないとは言われましたが。約束しました。なんだと。少なくとも3つの農場を略奪し、私の臣下2人を殺した悪党を無罪放免で解放したのか。いやでもアウトトラブルしたくないって言ったのはあなたですよ。しかし閣下、できる限りそうだ、道理の範囲でな。人々は何と言う。全くヘンリー、お前が私をどんな立場に追い、申し訳ありません。お前が善意でしたのは分かっとる。しかし今や私は市民を守れない領主のようではないか。閣下、他に何かできない。下がってやす。さよなら。一応クリアにはなったが怒られたな。それだったらもう奪ったものを置いて出ていけの方が良かったんだな。完全無罪放免で逃がしたってわけだよな。まあ、確かにね、ハヌシ教が来るのも理解できる。なるほどね。あ、また祈っているな。では幸運を。機嫌はいいみたいですね。さて、もうちょいね、時間に余裕があるんで、いわゆるメインミッションの偽造通貨、こちらもちょっと進めていこうと思います。というわけで、ちょっとウルリッヒさんのところに行って事情を説明しましょう。さあ、マイスターフェイファーは何と言っていたのだ。彼に相談してまず何をすべきなのかを教えてくれ。マイスターフェイファーによると、通貨の基礎に銅板、それからアマルガムですよ。が必要らしい。なるほど。修道院にはそういった材料がある。ああ、それでここの火事場に興味が湧いてきたんだ。良い兆しだ。昨日、修道院近くの職人が集まる場所で、人々が不満を漏らしているのを聞いた。鍛冶屋が夜明けまで働いているせいで、夜も眠れない。ほう、じゃあいそいそと偽造通貨を作っていると。なるほど、それは聞きに行ってみる価値があるな。水銀を使っていると言ったな。ウイジツ教会の塗装工がここに下宿している。そやつが文句を言っていた。水銀を求め修道院を訪ねた。修道院が怪しいっていう話は前回していましたよね。フレスコ画の画家、確かすぐそこにいたような気がした。多分ね、あなたの奥にいるのがそれですよ。じゃあ画商さんに話をしましょう。様が水銀の手配に問題があったと聞いた。問題ですか。その通りです。今月に入って3度目ですが、彼らは持っていないと言っていました。水銀が全く手に入らない。絵を描くのに水銀って使うのかな。つまり誰のことを言っているんだ。修道院の監督官です。いや、その助手と言った方がいい。監督官はあんたに何て言ったんだ。何も。どうやらそのようなことに彼は関与していないようです。助手に全て任せっきりで、横柄で間抜けなやつ。なぜ水銀が必要。必要なのは彼らでしょう。私も赤い塗料を混ぜるために必要なんですがね。ウジツの教会で絵を描いていますが、聖書の一幕に赤色が描かれなかったらどれだけ間抜けに見えるかわかるでしょう。いや、それはちょっとキリスト教わからないからよくわかんないですよ。私は想像。なるほどね。まあ赤が大事なんですね。で、その塗料を混ぜるためにも水銀が必要と。そんな高価な材料が消えるなんてあり。私が知りたいですよ。赤い塗料のために尋ねても毎回違った理由で水銀が手に入らなかったと言ってくるんです。品物が届かないとか、荷馬車が襲われたとか。荷馬車が襲われたのは事実ですよ。奴らが嘘をつ。わかりませんよ、そんなの。ただとても怪しいんですよ。3度も続けて同じ品物がなくなってるんですよ。とりあえず聞きた、はあ、では旅立つ前に何か買っていきませんか。ダイスでもいいですよ。あ、情報量ね。何を売ってくれるんだ。あ、宝の地図。あ、さらにはスキルブック。いいですね。あ、じゃあ高級なワインも買ってやろう。お金たんまりあるもんな。あなたの資産7300。よし、じゃあ助手と話せばいいのかな。その監督官のウルリヒさんはこれ以上話さなくてスリになってしまう。ダメだ、トラブルは起こしたくない。
なんだかんだ言って戦闘ってあんまりやってないもんね。まあ、争いがないに越したことはないが、動画的にね。まあでも話は進めていきましょう。もしこう構成になって万が一死んだとしたら、一体どこまで戻されるか。じゃあ鍛冶屋を探る前に、その水銀の仕入れをしている監督官の助手、彼を探さなければならない。で、ここが修道院なんですよね。いろいろ悪いことしているんだ。なかなか修復追いつかないね、ここね。この上でね、殴り合いもしたこともあったんですよ。で、助手さんはどこにいるんだろう。監督官はね、いつもこっちの部屋にいて、そうそう、監督官この人なんですよね。何でも。水銀を探しているんだ。私の助手に聞いてみる。分かった、ありがとう。誰がやったのか、もう何が分かったんだ。ズモラがやった。なんだって。盗みも殺しも全てズモラの仕業だった。それ相当前の話だし、実況外の話。死んだ。見よ。ではこれで。おそらく。ああ、よかった。幸運を祈る。で、助手っていうのはなんか歩いていった人、彼でしょうかね。あ、いたいた。何かお役に立てます。水銀の在庫はあるか。誰だお前は。急に態度が上からになった。誰だお前はっていう問いに対して、俺一人だっていう答えもね。ただ聞いてるだけだ。なら売れない。ただあんたが売りたくないってだけに。売りたくないんじゃなくて。さあ説得ですよ。売れないのか。ササウの修道院だぞ。そんなわけないだろう。俺にはあんたがただ私腹を肥やしているだけに見えるぞ。人に見つかったらなんて言われ。いや違う。話すんだ。やつらは正午に直接事務所を訪ねてきた。監督官は巡回でどこかに行ってしまっていた。騎士だった。紋章はなかったが武装していた。イェジェク教。やつはイェジェク教と名乗り、ラポタという名前の召使いを連れていた。召使いはみすぼらしく黄色いマントを着ていて、それから奴らは俺たちが修道院のために手配した水銀をよこせと言ってきた。もちろん俺はできないと。それから脅され。いや、初めは違った。奴らは俺に賄賂を提案してきたんだ。だが俺が断ると今度は脅してきた。どうやって奴らに水銀を。修道院の裏手の丘まで持っていくんだ。そこには大きな木があって、その下に小さな礼拝堂がある。ほう、じゃあ次はラポタってやつを追えばいいんだ。いない時はそこに置いてか。どうやって脅されたんだ。修道院の人間に知り合いがいると言っていた。それから俺を追い出して窃盗の罪で殺しめ。前から窃盗していたと言う。お前もわかるだろ。あくせく働いても。奴らはあんたを知ってたと。そうだ、俺の名前も全部。よくわかった。じゃあ気をつけて。なるほどね。じゃあ次はその取引が行われている場所を探すと。雨降っているんでみんな走っているのかな。タックルダメダメ。あ、でその場所がここか。近いな。で B の地点もあるんですよね。あ、マイスターフェイファーと話しに行く。どっちが優先されるんだろう。まあ、フェイファーさんは、ここで後で合流しようっていう話をしてきたんですよ。で、来ているらしいんで、話していった方がいいな。さっきのバーナード教の件もそうですが、ヘンリー君一人でね、ずかずか行くのもちょっとね、危ないんで、そこはちゃんと、ほうれん草ね、ほうれん草が大事ですよ。もう馬で行こうか。ファストトラベルも行けると思うが。じゃあフェイファーさんとウルリヒさんをなんか引き合わせるっていうのもあったりするのかな。
はい、ひとまずは行きましょう。じゃあなんかどっちかをやって片方が中止になるとかあったりするじゃん。そういうのがね難しいんですよね。結局どの順序が正しいのかっていうのがわからない。でどこにいるんだろう。執行官のところか。フェイファーさん、普通見た目だけだったらただのねただの村人ですよ。ラッタにいた時はちゃんと清掃っていうのかな、ちゃんとした格好をしていたのに。ごきげんよう。いつもと違って見えますね。溶け込むためだ。私が町にいることを知られたくないので。なるほどね、なかなか独特な頭をしていますね。なぜです。警戒させたくないのだ。噂はすぐに広まる。奴らが我らに追われていることに気づけば奴らは逃げるだろう。なるほど。それでここまでで何が分かった。奴らの水銀の入手場所が分かりました。うん、論理的に考えてそこしかありえないだろうな。修道院の裏手の丘で引き渡しているよ。その場所へは出向いたのか。いえ、まだ。行く価値はあると思うぞ。では行ってみます。それから誰の手引きだった。ラポタという男です。小さいがそれも手がかりだ。少なくともありふれた名前ではないな。よく聞けヘンリー、別の考えが浮かんだのだ。奴らは偽造通貨を作るのに通貨の押し型が必要なはずだ。ああ確かに、かなりの技術を要する一品だ。修道院の敷地内に私の知り合いの彫刻家がいる。シリジアのジェロームという。まあ、会ったことはありますよ。いや違う、とんでもない。彼をよく知っている。そんなことをするやつではないが、彫刻工房を経営しているから。なるほど、彼に行き。だがうまく聞くのだぞ。彼を怒らせたくないからな。それから私の名は伏せておいてほしい。その通貨の型を作っていると。これで全部です。じゃあ結構この街でいろんな人が関わっているよねどう？あの鍛錬している鍛冶屋とか、あとは水銀とかの関わっている修道院とかで、さらには型を作っているであろう彫刻とか、なかなか複雑にはなってきていますね。というわけで、じゃあ今回はこの辺にしましょう。次回はその彫刻家訪れて、でさらにはその水銀の引き渡し先である裏手にちょっと回ってみようと思います。ではこれまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。